伊豆久島神社、兵庫伊豆久島神社の後ずっとハーバー高速神戸向かって歩いていこうかなと思って思っている途中で見つけた神社、これなんだろう、港八幡神社っていうところがあったので急遽カメラを回しております。厄除け、厄除けの神社ですかね。うわ、めっちゃでかい子がいるうわって言っちゃったちょっと後でお見せしますね。ここは自動？お水が出ない感じ？どうやったら出るんだろう。ちょっとこのポタポタじゃあ私には気が遠くなる量ですね。近づいたら出るとこある？どうやって出すんだろう。で、今うわって言ったの見えます？これ遠近法で同じ大きさに見えるよね。大きい、すごい、めっちゃ大きいんですけど、わかんないかな、カメラじゃわかる？この大きさでかい、すごい、めっちゃ大きいんですけど比べれるものがないや。とりあえず本殿にお参りしましょう。ここは誰になるのか。応神天皇って書いてたかな、今調べてみたら。で、こちらにいらっしゃるのは寺さんなんでしょう。ほんと通りすがりなんで、まあ通りすがりじゃなくても何もいつも解説はできないんですけど、ちょっと書いてないので誰かが分かりません。この子たちの大きさを伝えるにはどうしたらいいんだろう。私の手を当てたところで分からないよね。でもすごく大きいですね。え、ご立派あるかな。ほら、さっきの大きい子と比べて、分かんないか、私の手の大きさじゃ。迷いをしるべ立て石の揺れ、どこにあるの？これ？これのこと？だそうです。おちり、ここにほら石もあるけど、どれのこと言ってるんだろう。これかな。これ？これのことかな。うん。とまあ小さい神社なんですけど。厄除けの神社で18、19日にあるのかな、厄払いのね、人でにぎわうそうですよ。きっとここに来て私の厄も落とせたでしょう。はい、あとまあね、よいしょ、見えるかな、厄除け港八幡神社、たまたま通りがかった神社ですが、よかったら皆さんも神戸にお越しの際は厄払いに来てみてはいかがでしょうか。大きい狛犬さんが待ってますよ。狛犬ってのかなはい、ではこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。ここにも説明書きがあった。
神戸の兵庫区になるんですね。よかったら探してみてきてください。